小僧さんのお経、新南吉山寺の和尚さんが病気になりましたので、代わりに小僧さんが段階へお経を読みに行きました。お経を忘れないように、小僧さんは道み々ちみち読んで行きました。奇妙。 両、りょう,じゅうの、来。すると、なたね畑の中に、うさぎがいて、こぼず、あおぼうず、と呼びました。なんだい遊んでおいきよう。そこで、小僧さんは、 うさぎと遊びました。しばらくすると、いや、しまった。お経を忘れちゃった。と小僧さんが叫びました。するとうさぎは、そんなら、お経の代わりに、向こうの細道。 おうたいよ。と、教えました。小僧さんは、段階行きました。そして、うさぎの教えてくれたように、仏様の前で。向こうの細道、ボタンが咲いた。 さいた、さいた、ボタンがさいた。とかわいい声で歌いました。聞いていた人々はびっくりして目をパチクリさせました。それからくすくす笑い出しました。こんなかわいいお経は 聞いたことがありません。そこで、ご法事が済むと、段下のご主人は済ました顔で、はい、ご苦労様、と、おまんじゅうを小僧さんにあげました。ごちそうさま、と、小僧さんは、おまんじゅうをいただいて、たもとに入れました。 小僧さんは帰りに、そのおまんじゅうをさっきのうさぎに分けてやることを忘れませんでした。